日本人はお風呂が大好き。昔はどの町にも銭湯がありました。高い煙突、あふれるお湯、そして富士山のペンキ絵。そんな銭湯にあなたも旅をしてみてはいかがですか。まだ間に合う昭和の旅へ、銭湯物語。本日の銭湯は横浜市南区にあります松美湯さんです。早速中に入ってみましょう。下足箱がパステル調で可愛いですね。あれ、ここは銭湯ですよね。いろりがありますよ。実はここの銭湯のご主人は陶芸をやってらっしゃいます。いろんな作品が飾られてますね。素敵です。松美湯さんはカウンター形式です。ではのれんをくぐって中に入ってみましょうか。こちらは女湯の脱衣所です。綺麗にしてますね。高い天井に見てください、この壮大なタイル絵。広々としてますね。松美湯さんは今も薪でお湯を沸かしています。お湯の温度は44度、少し熱めですね。そして女湯にはお花が浮かんでいるんですよ。可愛いですね。続いては男湯です。こちらも綺麗にされてますね。お、男湯の脱衣所におむつを替える台ですか。違うんですよ。これはマッサージチェアというか寝るタイプのマッサージ機なんですって。面白いですね。真ん中に島のように浴槽があるタイプも珍しいですね。見てください、奥の丸い鏡、いい味出してますね。松美湯さんは横浜市営地下鉄ブルーライン前田駅から歩いて8分ほど。現在のご主人は3代目です。風呂上がりにいろりで一休みなんていかがですか。さあ、あなたも銭湯に行ってみよう。